はい、どうも皆さん、たつきでございます。今回もスカイウォーズをやっていきたいと思います。で、今回はね、画面にちょっとまあ変わったあれというか、まあちょっと付け足してみました。で、今回付け足してみたのは手元カメラですね。別にちょっとなんつったらいいの、こうなんか手元を見せてほしいというか、そんな感じの要望はあったわけではありま、あれなくて、勝手に自分がつけただけなんですよね、これは。で、今日は放送じゃなくて、なぜ動画の方を上げたのかと、まあちょっと疑問に思う方が結構いるんじゃないんでしょうか。エイムがブレブレひどいな、これは。まあなぜかと言いますとですね、まあちょっともう明日1日だけなんですけどね、基礎学力テストがございまして、それの都合でね、ちょっと放送はまあできない感じなので、半角になっちゃったとか、まあ今回はちょっと動画でもう勘弁していただきたいなと思っております。まあ自分もね、もうそろそろ受験生なんで、そろそろ将来の進路に向けても頑張らないとね、いけないんで。待ってよ、そこにさ、持ってるやついんじゃん、一人。真ん中の。おい。なんか音がしたぞ。石のような音がしたけど。今のやつ 13.5 か、HP。ちょっと高め。あ、トラップ掘ってる。はい、読み切る。どうしよっか、なんかアイテム残ってるかな。あいつ出てきたじゃん。あ、オッケー。ちょっと今回はクリックがひどいな、ごめんなさいね。ちょっと俺のエイムがね、本当にひどいんですよ、これね。まあまた撮影日のちょっとね、本当に初めてのスカイウォーズだったんで、だったんでじゃないな、なんで過去形にしてるんだ、意味がわからんな俺。ワンチャンいけるかもしれんぞ、あいつ行ってみるか。OK、 こここいつクソラギーじゃねえか。あ、落としましたね。 OK です。そんで上の、あ違う、ロールバックしてた。帰ろう。んで、ここで漁夫のりがやってくるわけですよ。はい、まあイージーですけど。煽りやんけ。イモりやがったな、あいつ。イモったぞ。ほい、落としていく。うわー、あそこからも来てたのか、弓。なるほど、これは怖い。ほい、あとあいつだけ、もしかして多分見る限りそうだよな。うん、当たれ当たれ、弓切るだ、弓切るを狙い。うん、惜しい。なるほど。おっしゃい、ジージー。はい、勝てた。よかった。まあ今回はちょっとテストがあるので、まあ明日テストがあるので、まあちょっと放送はできないということで、はい、申し訳ございません。また多分ね、まあ多分明日と金曜日、どちらかに放送するか、もしくは両方とも放送するか、ちょっとわかんないんですけども、まあ多分放送するかもしんないんで、その時にまた来てください。はい、まあちょっとね、Mをちょっとブリブリでひどかったんですけど、
まあ、今回はこれで終わりにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次の放送じゃないよ、次の放送か、まあ動画かな、うん、でお会いしましょう。それではバイバイ。